ハインリヒ10世は、バイエルン公、後に、ケンザクセン公。ザクセン公としては、ハインリヒ2世。孫大公、セソン公、ゴーマン公、ゴーガン公などと呼ばれる。バイエルン公ハインリヒ9世とその妻で、ザクセン公マグノスの工事をブルフヒルトの長男。妹のユーディとは、シュバーベン大公フリードリヒ2世に嫁ぎ、神生ローマ皇帝フリードリヒ1世を生んでいる。 1126年に父が死去し、後を継いで、バイエルン公となった。1127年には、ローマ王ロタール三世の一人娘ゲルトルートと結婚し、後に一子ハインリヒを設けた。結婚後、ハインリヒ十世は、ロタール三世とホーエンシしたウフェン家のシュバーベン大公、フリードリヒ二世、コンダーート兄弟の戦いに、国王側について参戦した。 フリードリヒ2世は1133年に降伏し、翌々年に講和が結ばれた。1136年には皇帝となっていたロタール3世に従ってイタリア遠征に参加し、ここでの功績によってトスカーナ編境博に除されザクセンの相続人にも指名された。1137年12月3日にロタール3世が死去するとハインリヒ10世は、 時代国王の有力な候補者となった。しかし強力な皇帝を嫌った諸侯により、国王には、かつての敵だったコンラートが選出された。ハインリヒ十世は新王に対して、ザクセン公くらいの承認を求めたが、彼の兄弟化を恐れた、コンラート三世は二つの行為を兼ねるのは不法だとして、拒否した。交渉は決裂し、1137年7月に、 ハインリヒ10世は捕らえられ、2年後に、クベトリンブルク修道院で死去した。ザクセンは、母方の重帝のアルブレヒト熊公に、バイエルンは、オーストリア編教迫レオポルト4世に与えられた。ハインリヒ10世とゲルトルートは、ケーニヒスルッター聖堂三次会教会に、ギフロタール三世と並んで葬られている。ありがとうございます。